ったー、ごめんごめんごめん。はい、オッケー。じゃあ次は100回ね。無理ねえねえ、小学校の時ってさ、アニメって何見てた？小学校の時、ね、好きだったのはママレードボーイ。何それ？え、知らないの？逆に翔太は？ハム太郎。え、とっとこハム太郎。取って、うん、はい、あとお茶取ってきて。お茶？うん、これなんて、うん、はい、うん、ストロー。ねえ、しょうちゃん、俺もっとちょっと若作りとかした方がいいかな。いいじゃない今のまで。本当？やっぱそれ将来のこととか考えるとさ、保険とか入っといた方がいいよね。うん、入ったけど。もう不安だわ。じゃあ行ってくるね。行ってらっしゃい。あ、そうだ、今日俺飲み会だから。うん、あ、明日も飲み会になるかも。うん、じゃあ行ってくるね。うん、何？なんで？え？一枚行かない。いや、しょうがないじゃん。じゃあ行ってくるね。ハンカチ持った？持った。ティッシュは？ある。鼻炎の薬は？飲んだ。定期は？ある。はい、行ってきます。あとゴミもね。はい。準備しないと。なに？どうしたの？やろ。ダメダメ、今はやることたくさんあるから。終了。ご視聴ありがとうございました。はい、今回はですね、あるある動画第2弾ということで、見ていただいたと思います。いかがだったでしょうか。というわけでですね、はい、共感していただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、TikTok、Twitter もお願いします。ではまた。